はい、どうも、なおちんです。さあ、今日は、妖怪学園 Y、YY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、クエストクリアしていきたいと思います。レベルが、あと、86か。86で、人兵がマックスまで上がります。他のキャラはね、あと100ちょっと上げなきゃいけないんだよね。長いな。長いな。これは時間がかかりそうです。今日は、煉獄に行きましょうかね。あ、煉獄じゃないのか。普通の獄なのか。獄の、この、雷が紫色のところだね。やっていきましょう。まず、ここ行こうか。一番難しいのはね、ここなのよ。蘇る魔人の脅威。でも、ここね、ほんと難しかった気がするので、とりあえず、リハビリとして、こことここ行ってみようかな。はい、ではまずここです。行きます。はい、こいつはそうでもなんか、え、ステータスが下がった音がしたな。なんでだろう。まあまあいいや。あ、効くね。相当ダメージがあるな。あとこいつはさ、あれだよね。あぶね、盲目にしてきたりとか、なんかそういうやつがあったような気がする。おいおい、やば、意外と強い、やっばちょっと待って、俺結構舐めてたかもしんない。こいつはちょっと舐め腐ってたわ。あ、出た、このね、うん、盲目になると、あー、マジか。え、ゴミ、あ、お前らを倒せってことか。まずはね、オッケー、ゴミを投げ込みます。と、と、え、もう他ゴミないよ。もうゴミがないです。ちょっと待って、ゴミがあと1個ない。これないこともあるのか。マジでよっしゃ。あ、でも結果的になんか良かった。結果的になんかすごいダメージ与えれて良かったですね。あっ、危ねえ、おい、危ねえ。意外と攻撃が強い。よし、 OK。でもこのチャンスさえ取ってしまえばもうなんてことないもんね。で、あとはあれだね。わー、食らってる。攻撃よりも回避に重点を置いてね、戦っていきましょうか。来た、盲目になってないね。よし、あー、おい、やっべ、死ぬ、あー、あー、危ない、死ぬ、死ぬ、死ぬほど効いた。マジでか、危ない、回復したいところです。回復したい。どこどこ、ザコザコザコ、そっちか、いた。でもアイテム出てるのか全然わかんない。あ、あったあったあった、もう一個ある。よっしゃ、いけたー、オッケー、よし。あ、だからそこまでダメージが思ったほど入らない。でもまあまあ十分入ってる方だよね、これはね、十分だよ。あれ、よし、オッケー、まあ、とにかく変身はずっと続けていかないとね。あ、あそこになんかアイテムが落ちてるけども、あれはまだ取らない方が良さそう。ゴミ投げ入れろってなった時に打ち込んであげましょうか。あっ、うわー、あー、食らってる。あれ範囲広すぎてね、なかなか回避が難しいな。あっ、ぶねー、
よし、あぶな、よし、あ、ちょっと待って、わお、でも大丈夫、よし、ちょっと待って、あと1体、あと1体、いけた、ちょっと待って、そいつ倒してもらっていい、俺がアイテム投げれるからさ、あ、あー、あと1個ある、よっしゃー、なんか俺酔ってる、この萌山戦士か、お前のせいか、そうでしょ、あー、もうちょいいける、あ、でも無理か、足りない、あと少しでフィニッシュですね、あと少し頑張っていこう、よし、終わり、まだか、終わりだろ、いや意外と最後の最後が、最後がしぶといよ、いけました。で、次が、あー、ここで戦ったか。ブラックリベンジャーもなんかね、強かった気すんだ。なんかすごい、注意が必要だった気がする。ちょっと待って、もう死にそうになってるじゃん。大丈夫？これ。これ、辛いのは。いけるか、これ。よし。とにかく、おい。やっば、あれ食らっちゃダメね、よし、 OK、 ザコはちょっと早めに倒したいね、うわ、これちょっと元に戻っちゃった、まずはちょっと変身しないとね、どうしようもないよ、あげ、はい、 OK、 変身しましょう、そうそう、あの黒い玉に当たるとダメなんだ、おい、死ぬほど効いた、死ぬほど効いたし凍結しちゃったね、よし、よし、結構やっぱ強いね、思った以上にさ、いける、ザコはもう全部倒してる、あ、倒してるね、とにかくザコ倒してないとここきつかったな、じゃあ OK、 ちょっと気をつければまあまあいけるよ、うん、あとはもう本当あれ、おー、危ねえ、敵の、あー、戻った、戻ってないね、よし、攻撃の癖を見抜けばいい、おい、ザコどんどん出てくるな、ザコがこうえらい湧くね、こんなもんだった、OK、とにかくザコと一緒に、あー、なんか不意に食らっちゃうな、食らわないようにしていかないと、よし、みんななんとか大丈夫ね、うん、大丈夫そう、あぶねー、いいね、凍結させたりするのはいい、てかこのパーティーで正解だったんだろうか、全然わかんない、やっぱ、おお、暗くないね、全然チャンスが出てこない、うん、あ、来た、あ、これが来るか、氷の範囲攻撃が来るか、ぜい、あ、痛い、おお、ひっくー、ちょ、危ねえ、最後の最後、結構きついぞ、 OK、 ザコとにかく倒せ、よし、まずはザコだ、よし、
いける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 、あ、やばやばい、おー元に戻ったかと思った、ポーズ、あ、最悪、待って変身させてくれ、危な、あいつ危な、オッケー、いけるぜ、もうフィニッシュしよう、そう簡単にフィニッシュできるわけではないけども、いけ、雑魚をまず倒せ、いや、いけやがった、あー、いった、あ、ちょっと待って、お腹すいた、お腹すいてる、またどこ大丈夫か、お腹すいてるでしょ、よし、お、やばい、来るよ来るよ、何、あ、あー、やばい、食らってるし、あ、でも死にはしなかったからよかった、いやー、あぶね、あ、戻った、あ、戻ってない、よかった、ちょっと待って、おい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 、回復させて、もう倒させて、そろそろ、よし、倒させてくれ、あぶね、もうよし、あぶね、ザコはもういないね、いるんかい、まだ、あと2発ぐらいか、よっしゃね、終わり、よかった、はい、ということで今日は難しいクエストを2つクリアしてみました、意外と難しい、慣れないとこれ難しいね、これそのまま行くとあのマゼラギガースか、あれの極にはやられそうな気がする、ちょっとね練習して、いきたいと思います、はい、チェックをよろしくお願いします、そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします、それではご視聴ありがとうございました。